こんにちは、花クラブの宮川です。今回は安全ピンで作るシンプルな霞草の濃さ味のご紹介です。霞草です。短くカットしていきます。カットできたらお花をまとめていきます。最初だいたい花の頭を揃えてもらって、少しこう例えば欠けてるところがあれば欠けてるところに花を入れてもらいます。だいたいこう密度が同じぐらいのイメージになる感じですね。お洋服につくように180度以上に展開させるように作っていきます。ちょっと置きました。この方が見やすいですね。短いのは少し低く当ててもらったらお花ここまでなくっても大丈夫です。その代わりこう輪郭はちゃんと花を持ってきます。扇形っぽい感じにお花つながるように配置してあげて、中に短いのがあればこの下のところまでお花が来るように入れてもらったら OK です。時々こうして見てください。ちっちゃな花束みたいな感じですね。でこのバッグにこのままで束ねてしまってもいいんですけど、乾燥するまでもしこれをこうお洋服につけた時にここの汁がつく危険性がなきにしもあらずなので、背面に、バッグ処理のグリーンをつけておきます。で短くって構わないのでちっちゃい子で大丈夫です。後ろにこんな感じでつけて、服と霞草がつかないように、体温がお花に移らないようにするっていう意味合いもあります。で、あんまりね、大きくしない方が、花だけ見えた方が可愛いので、ちょっと切ります。で、切る時にこの上を切るか下を切るか迷うところなんですけど、どっちでも構いませんが、今回はちょっとそっくり返ってるので上の方を切りますね。大きさを見ます。もうちょっと切ってもいいかな。で幅はあんまり短くしない、この幅を狭くしないようにして、なので形的にはちょっと変かな。でも気にしない。でも違和感がないようにこう切ってください。26番です。半分にカットします。全体を1にした時に、下から3分の1ぐらいのところに人を縫いします。中心を挟んで5ミリぐらいでしょうか。真ん中を押さえておいて引っ張っていきます。で一緒に下ろします。根元押さえといて1、2巻きつけます。でこのまま足揃えてもらってもいいですし、もう短くカットしても構わないです。揃えておきますね。フローラルテープです。テープ伸ばします。根元から巻きつけます。下までいかなくて大丈夫です。このぐらい巻けてれば OK です。安全ピンです。今度24番ワイヤーを半分にカットします。 U ピンにしてもらって内側からワイヤーを通します。でグッと
押し付けてフィットさせてください。グッと引っ張って中心に倒します。中心に倒します。でペンチで潰してもらってテープは伸ばしておいて、で本当はこの際のところから巻きたいんですけど、慣れてないとやりにくいと思うのでちょっと下からで構わないです。下から当ててもらってで巻きます。である程度巻けたらこの根元のところですね、今テープ巻いてる根元のところを持ってスライドさせて上にピタッとくっつけてください。でその方が根元から巻けた形になります。でそれでこれも根元まで下までいかなくても大丈夫です。でカットしておきます。ワイヤーと安全ピンが合体できました。でさらにしっかりと固定するためにテープを巻きます。でテープはしっかり伸ばしておいて、根元を押さえてしごいてテープを伸ばしてください。でここまでできたらピンを戻しておきます。テープ伸ばして1、2回巻いて仮止めをします。裏側の方に葉っぱを置きます。で上にピンを置きます。横に並ぶように置いてもらって、決してこの上に重ねてこういう状態に重ねないようにしてください。やっぱ横にこう乗る方が裏がフラットになって綺麗ですね。あんまり根元すぎると留めにくくなるかなと思うので、ほんのちょっと上ぐらいがいいかな。テープ、フロラルテープだけで巻いてもいいですし、今巻いてるのは30番ですね。30番でグッと引っ張って2、3回転巻いたら根元を押さえて隙間がないようにピタッと持ってもらって本体を2、3回回転させます。ちょっと斜めにしてこのワイヤーを1に巻きます。そうすると根元までしっかり巻けます。でワイヤーそのまま下に下ろしておきます。少しここを押さえておいてちょっと中心に来るように歪めてきます。これが全体の真ん中にピンが来るようにちょっとこうずらすわけですね。そしたらテープ伸ばしてもらってこの根元から巻きます。カットします。もっと短くてもいいかな。レースリボンを表側の方に乗せます。13、4センチぐらい出した感じですかね。ここからこっちが13、4センチぐらいで、乗せて、でこれでこうひっくり返して、まあ、こんな感じ、そのまんまね、こんな感じ、この両サイドをグッとやってもらったらこの後ろ側の方を斜めに折って折った状態ね、こうでここの先端を巻き込みます。でこれは正面にある、ずれないようにしておいてください。最初の方ね、でしっかりと巻き込んでもうずれないように、上に上にこう下向きに巻いてあげるとやりやすいと思います。上に上に巻いていきます。
測っておきますね。そうですね、14センチです。ここからここね。そしたら前で蝶々結びをしてもらったら OK です。お好みで大丈夫です。もしこうやりにくい場合はここはここで巻いて蝶結びは蝶結びで後でやってもらっても OK です。もっと簡単な巻き方を以前動画でアップしてるので、そちらでも見てもらったらいいですね。こんな感じで完成です。つけてみますね。結構ね、幅広にとってください。あんまりこの作った布が少なすぎるとコロンコロンってこう倒れやすくなってしまうので、ある程度こう幅広に縫ってもらう方がいいですね。まっすぐしても綺麗についてくれてますね。横から見ても反対から見ても前倒れせずにピタッと、このステムも生地とフィットしてる感じです。デニムとか可愛いですね。かすみ草なのでいろんなお洋服に合わせられると思います。でその場合はこのおリボンの方もお洋服に合わせてチェンジしてもらうといいですね。で安全ピンなので服以外にもいろんなところにつけられると思います。作ってみてね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。